キューピッドに目隠しをするヴィーナスは、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の巨匠ティツィアーノ・ベチェッリオが1565年頃に制作した絵画である。油彩。晩年のティツィアーノを代表する神話がない主偶意画であり、主題については、諸説あるが、一般的に愛と美の女神ヴィーナスによって目隠しをされるキューピッドを描いた作品と考えられている。保存状態は、 極めて良好である。現在は、ローマのボルゲーゼ美術館に所蔵されており、また、ワシントン DC のナショナルギャラリーに、キィツィアーノの工房あるいは追随者のバージョンが所蔵されている。ビーナスは二人のキューピットの間に座り、一方のキューピットの顔に愛の盲目さを象徴するリボンを巻きつけて、その両目を覆い隠している。もう一方のキューピットは、ビーナスの肩に手を置いて、 女神の背中に寄りかかるようにして立ち、肩越しにその光景を眺めている。おそらくもう一人のキューピッドはビーナスに、盲目的な愛が危険であることを助言しているが、ビーナスはどこかいたずらっぽい表情で、彼の方を振り返っている。目隠しをされるキューピッドは武器である弓矢を持っていないが、彼女たちに随行する二人の女性像がそれぞれ弓と矢筒を携えており、いたずら好きの幼児神に手渡すべく、 ビーナスが目隠しを縛り終えるのを待ち構えている。画面奥の女性が弓を差し出しているのに対して、手前の女性は矢筒から矢を抜こうとしつつも、武器を渡すことを危惧しているかのようである。画面の右側は大きく開けた窓があり、広大な山々の風景が広がっている。キツヤアーノが1530年頃に制作した、結婚の具位、ルーブル美術館所蔵。 ワシントンのナショナルギャラリー所蔵。絵画をシンプラトン主義によって解釈したエルビン・パノフスキーによると、ビーナスの背後の目が見えるキューピットは神への愛、アンテロスであり、目隠しされたキューピットは地上と結びついたアイエロスである。構図は1530年頃に制作した結婚のグ印インに基づいている。キツアーノの芸術が成熟した後の作品であることは、 暖かく芳醇な色彩が物語っており、美術史家、アドルフォ・ベントゥーリは、制作年代を1565年頃に位置づけている。これまで絵画が様々な題名で呼ばれてきたことは、本作品の解釈の難しさを如実に物語っている。キューピッドに目隠しをするヴィーナスという題名は1613年に登場するが、バロック期の画家であり、芸術家の伝記作家でもある。 カルロ・リドルフィは絵画に登場する女性像をビシンと解釈してビシンとキューピッドと羊飼いと呼んでいる。しかしその数年後には絵画はビーナスと二人の妊婦の名で呼ばれている。19世紀以降もキューピッドの教育、キューピッドの準備、愛を武装解除するウェスタと呼ばれている。美術評論家。 ジョバンニバティスタ・カバルカゼルはこの主題をビーナスによって目隠しされるキューピッドと考え、美術史家、リオネロ・ベントゥーリは、アプレウスの黄金のロバに由来する可能性があると主張した。エドガー・ウィントは弓を持った人物をディアナとし、ビーナスによって擬人化され、締結な愛と目隠しされたキューピッドによって描かれた。 盲目的な情熱の二つの側面で具体化された愛の手ほどきの瞬間を表していると述べている。X 線撮影による科学的調査はティツヤーノがもともとビーナスと二人の女性像の間にもう一人の花籠を持った女性を描こうとしていたことを明らかにした。ワシントンのナショナルギャラリーに所蔵されている本作品のバリアントでは花籠は盆に変更されているが キツヤーノの初期の構想に基づいて制作されたものである。しかし制作後のある時期に絵画の右側が切断された結果、本を持った女性の左腕だけが画面の右側に残されている。本作品はおそらく1608年に数奇卿スピキオネ・ボルゲーゼが数奇卿パオロ・エミリオス・フォンドラとから取得した絵画の一つと考えられている。1613年に アンニーバレ・ドゥランテが制作した2枚以外の貝殻をモチーフにした額縁に収められた。カミル・フィリッポ・ボルゲーゼとポーリーヌ・ボナパルトの結婚後にトリノとパリに送られたが、1813年にローマに返還された。ジョバンニ・モレディはティツィアーノの後に制作されたキューピットに目隠しをするヴィーナスの数多くの複製を記録している。 バロック期の画家アンソニー・ヴァンダイクはイタリアを訪れた際に本作品の研究を残している。これは現在チャッツワースハウスに所蔵されている。またウィレム・ファン・ハーヒトは芸術作品の架空の収集室を描いた絵画作品の中にキューピッドに目隠しをするヴィーナスを描き込んでいる。ありがとうございます。